りますわよ。私が手を貸して差し上げますわ。実装されるとは全く予想できなかったプリコネ、始まるよ。ということで今回は、期間限定キャラとしてクレジッタさんが実装されたのでガチャを回していきましょう。視聴者兄貴たちはクレジッタさんは引けたかな？まだ引けてない兄貴はあのデカパイを見逃すとは。おいたわしや。そんなもんじゃ、憧れは止められねえんだ。ゆきくんガチャのすぐ後だからちょっとジュエルが心配だけど、プリコネはいっぱいジュエル配ってくれるから何も怖くねえぜ。第2部のキャラも素敵な仲間になりますか。サイゲは10連目は金を絞り取るために遊ぶからな、平気平気。親の顔より見た10連目。まだだ、まだ終わらんよ。当たらなければどうということはない。素敵な仲間が増えますよ。本当。石が1万近く溜まってますねー。どうしよう。そういえばクレジッタさんの実装告知された時に誰って話題になったけど、視聴者兄貴たちはクレジッタさんのことをちゃんと知ってたかな。正直に言ってみ。サイゲの30連目はチェルってるからな、平気平気。ちなみにクレジッタさんは26歳の160センチ。あと多分プリコネで一番胸がでかいのかな。あ、やばいわよ。ガチャが無理。やばいですね。プリフェスで実装してくれ。素敵な仲間が増えますよ。まあ嘘ですが。サイゲの最低保証は故郷を思い出させるお袋の味だな。たくさん甘えていいんですよ。ところでクレジッタさんの性能の方はどんな感じなんですかね。クラバトとかで活躍できそう。では本日の作戦会議を始めます。あーおー、ジュエルが持ってかれちゃう。そろそろ虹を見せてくれても、ええんやで。仲間が増えますよ。あげません。救いはないんですか。ラッキーアイテムとか。全然違うじゃん、言ったよね。プリコネは君と繋がる物語って、それなのにみんな石になってる。もういい、私アイドル、僕がアイドルだー。勝ったな。風呂入ってくる。チェルーン、チェッチェラチェラッパチェロ、チェリリンチェルルパチェッチェリポチェララレチェチェビルパ。葵ちゃん、今度どこに巻き込まれるのかな。90連目の正直。素敵な仲間が増えますよ。あかん。天井パターンや。サイゲの人っていつもそうですね。私たちのことなんだと思ってるんで、サイゲはゾンビに襲われても無条件で助けてくれるアンブレラのような存在だな。いくよ。頼む、してくれー。やったぜ。でけー。さあさ、じゃんじゃんバリバリ稼ぎますわよ。なんだこの26歳。視聴者兄貴たちはどのぐらい稼いでるかな。なんとか100連で済んでよかったですね。なお100連でも配信中に容赦なく低評価つけられる模様、厳しすぎー。さて、せっかくだからアニメーション版演出も見てみよう。初1号ちゃん好き。力の2号もいるのかな。さあさ、じゃんじゃんバリバリ稼ぎますわよ。目が椎茸。
ということで今回はここまで。動画更新と自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいママがいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち。君は未実装で実装してほしいキャラは誰かな？僕はランパさんですねー。あと今回のサムネはしめじろう兄貴にお借りしました。ありがとなす。では、さらばだー。